ねえパクチーピーマングリーンピース苦手なんだって君に打ち明けたら子供かって言われたけど嫌なものは嫌なんだしょうがない食べる僕を正直な自分だと思う工夫しながら食べなくちゃダメなんてそれで不幸せだ僕らの人生も同じだろう無理なんかするなあとパパもなく寝込んだりもっと細かく刻んでみたり君がいろいろチャレンジしてみてくれしょうが悪いやついるよね。こっち